今の気持ち、寿司が食べたい。すいません、どうぞ。うわー、めっちゃ豪華。はい、どうも、ポンポンです。人は酒、寿司、焼肉、定期的に摂取が必要であります。え、皆さんそうですよね。ということで本日は大阪メトロ御堂筋線の西中島南方の駅を降りて1分ほどの場所にある立ち食い寿司屋に行きたいと思います。うー、寿司寿司、昨日からもう口の中はお寿司でした。何がすごいかって、お店の佇まいがめちゃくちゃ高級なのに1貫50円から食べれるそうなんですよ。しかもランチが安い。なんで反応しません、反応しません。飲まれへんで。なんで、あ、なったなったなった。はい、行けました。はいはいはい、はい、はい、アルコール消毒します。はい、すいません。ちゃんと検温通ってよかった。はい、地酒の種類もたくさんあります。あ、地酒は2杯目かな。どうしようかな。まずはすみません、生に来てもいいですか。はい、今日はサワラ。はい、キンメダイ。先ほどおすすめしていただいたサワラとキンメダイとこの4つとマグロ、発泡卵。はい、このクラゲ、メネギと希少部位っていうのはどれのことですか。はい、マグロの脳天の方です。これ頼まれる人が多いかも。じゃあそれでお願いします。はい、生中420円。まずは生からいきます。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。どうぞ。うわー、めっちゃ豪華。マグロ、サワラ、ほほ肉あぶり、タコ、キンメダイ、メネギ、梅クラゲ、卵です。サワラとキンメダイ、ほほ肉あぶりはそのまま召し上がってください。はい、はいよ。見てるだけで幸せ。何から食べよう。卵はシャリがどこにあるかなと思ってたんですけど、ふわふわの卵で噛むたびに甘みにあふれます。うまっ。卵に丁寧な味を感じます。サワラって鮮度の劣化が早いらしいんですけど、
めちゃくちゃ新鮮。震えるわ。漢字では春がつくんですけど、冬が旬らしいですよ。 Google 先生調べです。こちらが常連さんが注文された噂の寿司ランチです。すいません、お食事前にありがとうございます。高級魚の金目鯛、寿司いっちゃうね。鯛は脂の甘みとシャリの酸味がマッチングしてます。これマッチングアプリやったらベストカップルやで。あ、やったことないです。ちなみに今日マグロ一番目にいかんかったやんって思いました。前回のお寿司動画で味の柔らかいものから食べるんやでってコメントいただいたので、それを学んで実践しております。そりゃお酒も進むよ。バグレとか風の鬼とか。じゃあバグレにしよう。はい、どうぞ。山形県の超辛口吟醸バクレン。2杯目も乾杯。超辛口って書いてましたけど、フルーティーでなんか軽快ですね。先ほど常連さんがおっしゃってたんですけど、西中島南方はオフィス街なので、修行さん平日めっちゃ混むらしくて、日曜日は定休日なので、この祝日がめっちゃおすすめらしいです。ネギトロ巻きと、これが天かす巻きです。杉尾さんオリジナル、はい、杉尾さんですか、杉尾さんですか、杉尾さんどっちでもいいです。店長の名字なんです。杉尾さんです、杉尾さんです、杉尾さんです。本当に何を食べても美味しい。大将、このクオリティのお魚をこの価格で提供されてらっしゃるってすごいじゃないですか。ね、今から30年前、築地に行っても東銀座に行ってもこんなに美味しいお寿司をこの値段でいただけることはない。まあ、大将どうですか。椅子もないんでね、そんなね。いやー、この価格でね、そう、ほんと素晴らしい。以上です。いきなり終わった。店員さんは温かくて柔らかくて、常連さんは面白い。ちなみに赤だし蒸し。はい、すみません、締めに赤だしいただいていいですか。もうこの赤だしをいただいたらもうあなたはもうダメだしですよ。どうぞどうぞ。
スがね、もうサクサクなんですよ。おー、美味しい。ドバイ7万。常連さんが絶賛の赤嵐380円です。アサリ、魚、海苔と種類があるそうです。赤だし、顔も赤だ。スギオさん、もう家の近所にあったら確実に通っちゃいますね。ごちそうさまでした。さすがペイペイ対応でした。ハンガーが邪魔だ。ぜひ皆さん見つけてくださいね。ぜひ皆さんお待ちしております。はい、はい、ということで本日は西中島南方の駅から徒歩すぐの場所にある立ち寿司杉尾さんに行ってきました。クオリティの高いお魚が存分にいただけます。常連さんが通っちゃう理由が分かりますね。ぜひ皆様も立ち寿司杉尾さんに行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。立ち寿司したいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。食べたい。